岩手県北上市。自ら発する熱で周囲の雪を溶かし顔を出す、里に春の訪れを告げる花があります。座禅草です。北上市和賀町にある座禅草の里は、平野部としては珍しい座禅草の群生地です。45アールある湿地帯には、毎年3月になると四角色の可愛らしい姿を現します。座禅草は地表から直接花を咲かせます。大きさは大きいもので20センチほど。仏炎苞と呼ばれる大きな苞葉の中にある黄色い肉水果樹、その小さな粒々一つ一つが花です。座禅草の里は2003年から地元の自治振興会が管理し、湿原に遊歩道を整備しています。座禅草の咲く稲葉湿原は、他にも数々の植物群が見られる貴重な湿原です。雪の中から静かに顔を出し、春が来るのをひっそりと待つ座禅草です。